それこそ眠りと起きるっていうのも死と再生みたいな感じはあるのかなと思いながら聞いてたんですけど、なんかその先ほどこう稲葉さんがそのなんかこうだんだんとこう遊ぶの境地みたいなお話があったと思うんですけど、それはこう眠りに関してもこう似たようなというか、その繰り返していくことでそれをこうあまり、まあ今もね少しはあるとは言ってたんですけど、だんだんこう違う感覚になってくるっていうような体感ですかね。皆さんがその眠りっていうことに対してね、あんまりこうピンとこなかったっていうのは、やっぱり理由があって、あんまり多分そのことをそんな今まで深く考えてなかったと思うんですよ。で、僕は結構それをずっと子供の時から考えてたから、眠る時に眠りの質っていうものをすごく僕は常に観察してるんですね。旅行行った時とか。だから、そういう意味で軽井沢に来た時にすごい眠りが深かったことに僕はちょっと驚いたんですよ。もうそもそも。で、それは旅行行った時とかも、あと、福岡の津屋崎っていうところに行った時もですね、なんかその波の横にある海の家みたいなところで寝たんですけども、あの時も本当になんかこう、すごい眠りだったんですよね。で、そういう眠りの深さっていうのは何かこう、こう、なんていうんですかね、物事を見る感覚もやっぱ変わってくるんですよね、その場、そういう場所にいると。多分それってその、こう、人間の意識状態がこう、ね、無意識と意識とこういうふうに生きてる、普段生きてるとしたときに、まあ都会とかって結構この意識活動がやっぱ大きいから、こっちの山の方がこう大きくて深く寝れないんですけど、なんかやっぱ自然があるところとか、なんかこうちょっと違う磁場が持ってるところっていうのは、こう本当深いところにこう入っていく感じがあるんで、なんかこう物事を見るときとか、もうちょっと違う感じが僕はいつもしていて、それを結構大切にしてるんですよね。だからこの、まさにこの本とかも、もちろん東京でもすごい読んでましたけど、結構旅行に行きながら読んだりするとすごいまた感覚が変わったりするんで、僕それも結構好きなんですよね。やっぱ河合先生のその意識の射程のやっぱ広さだと僕は思うんですけど、彼が本当にその、もうね、意識が高いところってのはある種すごく社会適応した姿ですよね。で、無意識の深いところって本当にもう、なんていうか、普通の人には理解できないぐらいの深い悩みを持ってる人と、やっぱり、カウンセリングとかをしてた人でしか行けないような深さとか、なんかそのレンジの深さを僕は読むたびに感じる、物差し的な、存在ですね。面白いですね。なんかこう結構まさにね、この本も確かに僕も一応2回目を通したんですけど、1回目は確かにこう難しい感じがしたんですけど、2回目読むとこう一話一話図に表した時にすごい似た構造をやはり持っていて、まさに今言ってたこう意識と無意識っていうのを行き来するというか、でそれがまあね、無意識っていうところがこう昔話みたいなところになってはいるんですけど、なんかそこをこう行き来するっていうことが、それこそそのさっき稲葉さんが言ってたね、こう深い領域っていうのに触れるっていうことが、おそらくその普通にこう現実の中ですごい必要っていうところとリンクしてるのかなっていう感じはしたんですよね。だからもしかしてその今の眠りにこう意識を置くっていうのも、ある種そのね、今回テーマにして心の奥をこう見つめる一つのやり方なのかなと思いながら聞いたりしてたんですけど、逆にそのまあね、言い方がいろいろ変わってる感じかもしれないけど、ですけど、その、まあ、眠りでなくてもこう無意識というか、まあ、いわゆるね、意識じゃないところにこう触れたような経験って何かもしあったりする方いたらちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか？なんか尾崎さん、ちょっと今回うなずいてますけど、何か そうしてでたすりします。ね。確かに言われてみると、その稲葉先生の言う、こう、眠りの、こう、引きずり込まれる感じみたいな、沼の感じっていうのは、生まれてこの方、察知したことがないかもしれないっていうくらい、無頓着に、こう、生きてきたなっていう感じが、すごくするんで、まあ、確かに眠りの解像度低すぎって思いましたけど、我ながら。なんですけど、
そういう、こう、まあ、無意識っていうところなのか、あれですけど、まあ、眠りの観点で言うと、結構僕は、なんか、金縛り体質で、別にその霊的な話じゃなくて、まあ、なんですかね、筋肉が弛緩しちゃうのかわかんないですけど、なんかすごい動けなくなっちゃって、すごくなんか、夜中にこう、起きるけど体が動かせないっていう時は、結構ゾッとするんですよね。やばいみたいな。ですごいこう頑張って体動かしそうとするのが動けないみたいな感じになって、最終的には諦めるっていう。ああ、もうダメだみたいな感じにこうならざるを得ないですね。もうどうにもできないから、最終的にはもうダメだみたいな。もうなんか最初は怖いんだけど、もうなんかもうなるようになるしかないみたいな、こう感じは、なんかこう、まあ、大体、金縛りになるのって、なんか3時ぐらいなのかな、多分。なんかこう、耐えてたら朝になるみたいなくらいの時間なんで、なんか、諦めると、こう解消されるんですか？されないですね。されないんですされない。気ね。持ちの持ちようだけなんですね。なるほど。なんですけど、なんかそういう、こう、まあ、それが無意識なのかあれかわかんないですけど、意識なのかもしれないですけどね。逆に。なんですけど、そういったところは、まあ僕の唯一の眠りに関する、プチエピソードって感じですそれでも一応、もちろん、いろんな、霊的なとかスピリチュアルなとか解釈できるかもしれないですけど、普通に科学的にもそれは普通に説明できる現象なんですけど、なそるれほど。どういうことかっていうと、眠りの時ってこう眠っていって、こう、最初、レム睡眠っていうのが入るんですよ。で、その後、ノンレム睡眠っていうのに入って、で、それがだいたい90分周期でこう浅くなっていて、ちょっとずつこう浅くなっていって起きていくんですけど、レム睡眠っていうのはどっちかっていうと、頭はすごく活発に活動して、体が休んでる状態なんですね。だからその時に人間って夢を見、イメージ体験をしてるんですけど、そこからさらに深く寝ていくと、頭と体が休むっていうノンレム睡眠っていう深いところに入っていくんですけど、そこで何らかの拍子で間違って起きちゃうと、体が動かないんですよね。体が休んでるから。で、そういう、その、なんていうか、エアポケットみたいなところに、起きちゃってるんだと思うんですよね。それってなんか、でも何か多分体の中で意味があるのかなって気がします。そこでなんか、わざわざ起こされるっていうのは、何か体がバランスをとってるのかなと思ってくるんで、思っちゃいますね。つまり頭と体の何か調整の一環としてそういう現象が起きてるのかなって聞きながらちょっと思いました。ね、面白いですね。先ほどその稲葉さんはね、こう海の家とかこう気持ちいい場所でこう深い快適な体験でしたけど、もしかしたらそのちょっとね、まあ、不快というか怖い体験っていうのは、まあ、その尾崎さんがね、眠りを今までは意識してないですけど、もしかしたらなる時の共通点みたいなのがあるのかもしれないなっていうのをね、今聞きながらちょっと思いました、ね。まあ、ちょっともう一人ぐらい何かこう無意識の領域というか、なんか触れてるなみたいなのあったりしますか？どうですか、木島さんとか、なんかね、さっきヨガの話もありましたけど、こう日常で無意識の状態みたいなのってあります？触れること。直接的な、エピソードみたいなところで出す感じではないかもしれないです。あとごめんなさい、夢じゃないや、眠りの話に関してちょっと話脱線してるかもしれないです。今までの皆さんの話を聞いてて、なんか一個素朴に疑問というか、なんかこう思ったことがあって、自分もそうなんですけど、こうなんか眠りが深かったとか浅かったとか、自分もその例えば田舎とかそういう、なんですか、ノイズ、割とこの物理的なノイズとか、なんか情報がたくさんないところに行くと深く眠れたとか、普通にあるんですけど、眠りが深かった、浅かったってなんでわかるんですかね。寝てるとき意識ないの。なるほ起ど。きて、今日の眠りは深かったことなんで言えるんだろうっていうのは、まあ、これは別になんか問題提起っていうのは素朴な疑で問もとしてあるね、かな。ぜひ問いかけは、なんか、どうですか？皆さん聞いて、あ、こういう感じかなみたいなの。どうですか？飯間さんとか何か、深い浅い、こうかなとかあります？私、とにかくいっぱい寝るんで、9時から6時ぐらいまで寝るんですけど、さっき無意識に触れた時っていうのを思ってた時に、私、年の違う女の子が3人いるんですけど、その子たちが、
寝てるのを見るのがすごく好きで、なんか電気つけて見ちゃうぐらい好きで、焚き火を見ると人はなんかこう癒されるとかいうのにすごい近くて、なんか世の中のお母さんたちって子供が寝るとまあ静かになって嬉しくて寝てる時が一番可愛いってよく言うんですけど、それはもう 20% ぐらいで 80% ぐらいはなんか寝てる物体ってものすごく可愛い。面白い観点ですね。いや本当になんか3人とも顔すごく違うんですけど、寝てなんかしばらく経ってじーっと見てるとなんか全部同じっていうか、なんかこうなんかこうお腹がちょっと動いてるのとかもう顔とか朝起きる時も起こす前とかずっと見ちゃうぐらい、なんか それが彼女たちの無意識なんじゃないかと思うんですけど。ああ面白い。そしてそれを見ることはすごく癒される。別に私の子供だからとかあんまないんですけど、なんかこの物体なんかこう目が閉じて呼吸してなんかこうでも何か出てる面白いですね。なんかねさっきこうその井上さん脳の話してましたけど、初めこう見てて眠くなるっていうのと、なんかもしかしたらこう寝てる人っていうか物体っていうのはなんかそういうところあったりするのかなみたいな今聞いて思ったんですけど、うん、そうですね、なんかやっぱ外的なものに僕らがすごくこう常に開かれすぎてて、やっぱ外的世界に適応しすぎてるところがあると思うんですけど、やっぱ寝てる時ってそういうのと一切離れてる世界なんで、やっぱりそういう風景を見るっていうことがやっぱりね、なかなかないからこそ貴重だし、それがなんかその人本来のなんかこう命の繭みたいな中に包まれてるような感じっていうかですね、うん、まあそこがなんかその人らしい一番のホームポジションであって、そこから何かまた起きたら外界の適応が始まっていて、そこでまた悩んで苦しんでるのかなって思うんで、僕もそのホームポジションに戻ればいいんじゃないかなってよく思うんですよね。うん、面白いですね。確かに一番こう純粋な状態というか、うん、その自然状態に近いっていうことですよね、うん、いや面白い観点ですね。なんかまあね、あの今の無意識でもこう眠ってる物体みたいな感じでも何かもうちょっと聞こうかな。照井さんとか何かこう聞いてでもいいですし、そのそうですね、その脳の話でその沼のよ、まあ眠たくなってくるっていう、なんかそれに似た感覚が、あの私神楽っていう郷土芸能、まあ、それも、まあ、神様にあの捧げる舞なんですけど、それも、まあ、ちっちゃい頃からその練習お稽古の場所とかに行ってて、なんかそれの、まあ、太鼓とかそういう音色を聞いてて、あのすごい眠くなるっていうなんか感覚はあって、まあ、結構今でもそうなんですけど、まあ、そういう音色を聞いてて眠くなるっていうのと、実際その自分が舞う立場になった時は、まあ、意識的に自分を無意識にする、うん、なんか何かいろんな思考とか、まあ、ここを上手にやりたいとかっていうそういう思考はできるだけ消しなさいっていうのはあのお師匠さんにもよく言われていて、まあ、なんかそういう思考抜きになんか本当にありのままの姿であの感覚のままにやったところで神様は喜ぶからっていうのをよく言われてるんですけど、まあ、そういうなんか自分が待ってる時に無意識になるっていうのと、なんかその場にいて眠くなるっていうのが、なんかもしかしたらなんかちょっと似ているっていうかつながるところがあるのかなっていうのは、なんか今の話を聞いてちょっと考えてました。なんかそれがそれこそ人間が何ですかね、神様とか人間以外のものとこうつながっていく、うん、まあ、神楽がそうなんか目指しているところになんかこうつながっていくのかなっていう感じがちょっとして、うん、はい、考えてました。照井さん、舞う側にもなったことがあるってことなんですね。そうですね。
そう、稲葉さん、さっきその脳もね、稲葉先生もされてる側にもなると思うんですけど、やっぱり近いところあるっていう感じですか？そうですね。僕はちょっと話ずれるかもしれないんですけど、最近こうドキュメンタリー映画のこうコメントみたいなの書いて、それはその、いわゆる脳性麻痺というか、そのまあそういうもともと障害を持って生まれた子供のご家族のドキュメンタリー映画だったんですけど、その時に改めて思ったのは、僕、人の眠りの姿と祈りの姿がすごく似てるなと思ったんですね。眠ってる時の様子と人が祈りの姿っていうんですかね。だから、まあそういう、まあ能とかも神楽とかもそうですけど、まあ祈りっていうところに近いものと、人間の眠りの様子ってすごく、ね、似てるなと思って。でもその、まあ眠りっていうのはある種生命のシステムの中で勝手に誰でも平等に訪れるものですけど、祈りっていうのはある種その人がこう意識的にそこに持っていかない限り祈りにならないと思うんですけど、まあそれのいろんな知恵の一つがそういう芸能の中に、まあそれは音楽とかリズムとか、もういろんあらゆる要素ですけどね、それはもうなんか要素に還元できないもう場そのものとしか僕は言いようがないと思うんですけど、その中に多分残ってるのかなっていうのは、もう僕もやる立場っていうかですね、その練習し、稽古して、能楽堂のその、ね、いわゆるああいうところに立って、初めてわかるっていう感覚はありますよね。なるほど。やっぱりその踊られてるときはこう、さっきこう、まあ、寝る眠りの姿と祈りの姿っていうのがありましたけど、結構こう祈りに近いような感覚はあるんですかね。っていうことなのかなって僕はちょっと思いますけどね。祈り、人が祈りっていうのを捧げるっていう状態に近いのかなって僕はね。いろんなものがあると思いますよ。少なくとも能とか神楽とか、神様っていうものを相手に人が、神と人っていうものの関係の中ではそういう状態でない限り、なんていうかね、一対一で対峙できないものなのかなって、祈りっていう状況に近いものに、人間がならない限り、ただの現世利益的なものになっちゃうっていうかですね。なるほど、面白いですね。ちょっとね、時間もだいぶ迫ってきた話で、最後もうどうしようかな。ふみさん、何かこう、今聞いてて思うことありました？そうですね。眠りと祈りが似てるってすごい面白いなと思って。で、そうですね。私もヨガをしててずっと5年間ぐらい。で、初めは動くのがヨガと思ってて、だんだんなんか、ヨガって生活そのものになっていって、で、なんか、だんだん動かなくなってきたんですよ。その呼吸だけとか、意識向け出したのが。なんかそう。で、なんかまあ、ヨガも宗教というかね、そういうやっぱ教えなんで、なんかそういうのに突き詰めていったら、やっぱ結局、静の方、静かな方向に行くなっていうのはちょっと思いました。なるほど。すいません。結構こう、そのさっき生活になっていくっていうお話あったんですけど、そのヨガをしてると、それはこう日常の一部にこう習慣になっていくみたいな意味合いですか？そうですね。なんか、呼吸を整えるっていう方に意識がすごい、日々の中でも。で、自分のなんか心の動きをいつも感じて、なんか、ちょっと、この辺に自分いるようなイメージしながら、見ながら、ちょっと呼吸意識して、ちょっと空っぽにしようかなっていうのは意識してて、で、ヨガの先生もなんかそういうのも生活がヨガになっていくよっていう感じで教わったんで、はい。なるそうほでど。すね。なんか動と静の話というかね。なるほど。なんか、もうちょうど80がね、出た感じなので、なんかだいぶこういろんなところを循環しましたけど、ちょっとね、この回はそのまとめるってことはないんですけど、ちょっと稲葉さんとね、こう出た話、改めて振り返れればなと思うんですけど、なんかこう、稲葉さんね、こういろいろ出たと思うんですけど、なんかこう、まあ割とこういう回もね、あんまりないかなと思うんですけど、こう、
なんかやってみてみたいなところ、感じたところとかあります？まあ、皆さんの聞いて。うん、ですね、僕も読書会みたいなの実はずっとやってて、でそれはその学生の時に、まあ、僕が学部横断のちょっと勉強会を作ったんですよね。それはまあ大学で学んでることがいまいち納得できなくて、自分たちでそういう勉強しようと思って仲間たちとそういうことをやってて、でただ大学卒業した後になんかただ飲み会とかで集まって面白くないなと思って、まあ、古典とかを一冊決めて、源氏物語とか聖書とかいろいろ、まあ、なるべく読みやすい、こう、本に読みやすいというか、ジュニア版みたいなのとかにして、まあ、こう、みんなで一冊集まって読むっていうのをずっとやってたんですけど、まあ、その時も、なんていうか、やっぱり授業みたいな感じにしたくないなっていうのがあって、つまり、何かそれに対して詳しい人が講義をするみたいなのじゃなくて、やっぱりそこを読んだことで何か感じたことを、みんなで対話する場っていうのを僕もずっともうやったんですよね、2、30年ぐらいで、はい、まあ、そういう感じに近いなって思いましたね、まあ、この回がね。もちろんこの本からいろいろ感じたことっていうのは多分皆さんあって、グレートマザーとかアニマとかアニムスの話とかシャドウの話とかね、本当にもう恐るべき深さをいろいろ持って、射程を持った本なんですけど、まあ、ただそういうようなことを一回皆さんがこう読んで通過してからこそ、何か話せる話っていうのはきっとあって、うん、そういうことの中での、ね、眠りとかですね、うん、まあ、そういう話、祈りとか、そういうものに近いようなこう話になるのかなと思って、なるほど、面白いなと思いますし。うん、まあ、僕はやっぱ河合駿先生を本当に心から尊敬してますんで、うん、まあ、そういう本を好きな方と話したいなっていう思ってましたから。なるほど、面白い。うん、まあ、みんな河合先生をそんな知らなかった人もこれを機にこの人の深さっていうかですね、はい、味わってほしいなと思います。ちなみに稲葉さんが河合先生初めに知ったというかきっかけっていうか何だったかって。いや、何だか分かんないですけど、多分僕は影の現象学っていう講談社学術文庫の読んで、はい、それこそ脳と一緒でさっぱり分かんなかったんですけども、なんか分かんなかったと同時にここにすごく大事なことが書かれてるってことだけは分かったんですよね。うん、うん、でだからそこから影の現象学を結構、うん、なんか常に気になって毎年読む本っていうのが僕の中であるんですよ。 あったんです、学生の時から一時。それがやっぱ影の現象学とか、あと村上春樹のねじ巻き鳥クロニクルとか、井筒敏彦先生の意識と本質とか、ある程度限られてくるんですけど、まあ、なんかやっぱりそういう、うん、ものですね。なんかここには何か自分が本当に掘っていかない何かがここにあるんだけど、まだ自分はそこに到達できていないっていう感じですかね。あ、面白いですね。なんかね、こう、その方向性というか、深みみたいなところでね、多分あると思うんですけど、ちょっと今回のこうグリム童話みたいなものにちょっと近いところがあるなって今聞きながら、こうパッとなんか意味は分からないんだけど、ね、何かそこに深いものがある。初めからでも、そうそう、ということは稲葉さん、うん、初めからこうスッと入ったわけではなかったんですね、河合先生。うん、スッと入ったのか、もう何を思ってねスッと入るのかよく分かんないんですけどねただ僕はまあ、だから強烈に惹かれたってことですよね、簡単に言うとね。それはだから昔話とかもやっぱり全く同じだし、神話とか、うん、だから古事記とか日本書紀とか読んだ時もなんか何のことかわからないんだけど、なんかやっぱすごい惹かれるっていう、惹かれてる自分がいるっていうこととか、あと惹かれてるところの要素として昔話も神話もそうなんですけど、結局それを2000年前とか何年前からずっと語り継いでるっていう、この、なんていうか、歴史性ってことですよね。で、そこには何か自分が本当は理解しないといけない何かがあるはずだっていう、歴史への尊重みたいなところも多分そこには含まれてると思いますけど、でも、やっぱりそこには何かこう、こうしがたい魅力みたいなものが、やっぱりあって、でもそのミスター X というかファクター X は、やっぱ分かんないんですよ、なかなか。その当時の自分には。今でもね、どこまで分かってるかってありますけどね。
ただそのなんかファクター X みたいなものが引っ張られてることのその重力みたいな感じてるから、やっぱそこをめがけて自分はやっぱり掘っていくわけですよね。なるほど。それがこういう名著って言われるものとか、やっぱりあの、まあ、皆さんとやっぱ共有したいなって思う、やっぱ一番の動機ですよね。ああ、なるほど。面白いです。なんかちょっとね、こうまた話ちょっと変わっちゃうんですけど、あのさっきね、あの稲葉さんのこう赤い本の話は出たんですけど、うん、こう2冊目のこう青い本の方はどちらかというとそれこそこうさっきもね、読書会ずっとされてるっていう話あったんですけど、こう場というか、うん、まあ、医療っていうところが大きくあるかなと思うんですけど、うん、このこう、まあね、それこそされてる読書会だったり、こういう対話のなんかこう可能性であったりとか、なんか今感じてる部分みたいなのも最後ちょっと聞いてもいいですか。うん、そうですね、あの僕はもう本当に対話っていうものにもう可能性を感じてて、もう僕の中のファイナルアンサーみたいなところがあるんですよ、 はっきり言ってで、それはその、 あの医学っていうものをずっと僕なりに真剣にこうずっと追求していった果てに、うん、もうやっぱりなんていうか、もう対話だなっていうところに僕の中でこう落ち着いていて、まあ、それはいろんな意味の対話ですよね。で、それは自分の命っていうものとか、体とか心っていうものとか、自分の人生っていうものの対話でもあるし、で、それはまあ、あくまでも個人の、個人レベルの話ですね。で、それ、その個人レベルの話っていうのは僕は主に赤色の命を呼び覚ますものっていう本の中に込めたんですけど、今度はそういう個人の対話っていうものが促進されやすい場っていうものもあるっていうことにもやっぱり書きたかったっていうのがあって、それが青色の命は後の命へっていう本に書きたかったのはそのあたりがテーマで、だからまあ場、あのね、それこそコロナの中でですね、みんなその場に集まれなくなっちゃったわけじゃないですか。で、僕らが場に集まれなくなったことで、なんか場って大事だったんだなって多分うっすら感じてると思うんですよね。だから例えば学校とかってなんかくだらないってみんな思ってても、学校っていう場に来るなって言われると、あれ何だったんだろうって、なんかやっぱ大事だったんじゃないかってみんな思うと思うんですね。だから僕らその場っていうものを追い出されたことによって、場っていうものを無自覚に今まで使っていて、それに対する感謝の言葉の一つもなかったところに、やっぱりそこを今考え直しているところで、やっぱり私たちはその場の力によって何か対話が促進されたり、逆に対話が阻害されたりもする。それは例えば職場の会議とかでもそうですけど、いい場だとすごくそのアイデアが出たり、みんなが自由になったりする場っていう、そういう会議の場もあるけど、なんかみんなで足を引っ張り合ったりとか、そういう場っていうのもあると思うんですよね。ね、結構その今の世間の動きとかを見てると、すごくその世間自体がその恐ろしい場に僕はなってるなって、うん、なんていうかね、不祥事とかを見ると、そのものすごい勢いで叩き出すとか、なんか恐ろしい場になってるなと思っていて、それに対する僕の中で、じゃあそうじゃない場を作りたいなっていうところですよね。なるほど。それは人を見てるときにもすごく思って、例えば子供とか、まあ、大人でもそうですけど、例えば問題行動を起こすとか、不適切な行動を起こしたっていうときに、まあ、よくやるのは怒ったり、叱ったりってありますけど、僕はそうじゃないと思って、大事なことっていうのは、その人の適切な行動に注目して、それを伸ばしていくってことのが僕は大事だと思ってるんですよ。ですから、例えば場がおかしくなっていったときに、場に対する何かこう、リペアというか修復ができればいいけど、それができないんだったら、やっぱりいい場を作っていく。で、それによってその何か、全体を良くしていくってことをやっぱり取り組みたいなって思って、それは、医療という狭い、枠内でもそうですけど、まあ、一人の人間としてですね、この地球に生きてる一人の人間としても、今そういう自覚を持ってるっていうところがあって、その辺をまあ青い本に僕の中で、まあ、込めたつもりなんですけど、まあやっぱり自分の能力不足というかね、言葉足らずで多分あんまりどこまで言えたかなと思ってるんですけど、なんかね、ぜひこうね、これまだ読んでない方、終わった後にも読んでもらいたいなって思うんですけど、多分こう青い本、確かコロナの始まりぐらいだと思うんですけど、コロナでそれこそね、この回も、まあ、もともとは初めリアルで考えてたんですけど、
こういうこうオンラインでこうつながって話すっていうところをやってるんですけど、何かまあオンラインって言ってもね、ちょっとこういうあのズームで話すっていうのはまたオンラインではあるけど閉じてるっていうようなところあると思うんですけど、なんかそこに対してこう岩さん思ってる、まあ、可能性なりちょっと難しいところとかって聞けたりしますか？うん、まあね、何でもこうもちろんメリットとデメリットがあると思うんですけど、あのまあオンラインのメリットっていうのはやっぱりこうやってね、皆さんなんてもうこういう機会がなかったら一生あの顔合わせなかったかもしれない人たちがやっぱ顔合わせるってことですよね。でそれがその今後ね、もちろんあの全て一期一会ですから、もう一生お会いしないかもしれないけれども、ただ人生の中で何かそれがこうやっぱり何かのスパイスになってたりするってことがやっぱりあるわけですよ。人生っていうのはやっぱ全て何か意味があって、だそういうようなこうことが、まあ、より起きやすいというかですね、うん、まあやっぱり狭いところで苦しんでなんかいた人たちが、まあ、要はそういう人たち深い部分で苦しんでるからこそ誰にも共有されないわけですけど、そういう人たちがその、 あの深さによってこうオンラインでつながるってことが起きえるのかなって思ってますし、なるほど、まあ、僕も小中高となんかいろいろぐちゃぐちゃ悩んでましたけど、やっぱその悩んでることってのは結局そういうなんか根本的なことで悩んでるわけですよね。あの要はなんで生きるのかとか、ね、死ぬって何なんだとか、そういうことで実は結局ずっと悩んでるんで、なかなかそういうことって共有できなかったところで、まあ、その時に本読んだり漫画読んだりレコード聞いたりあのすることで、そういう人たちと何か僕の中でこうつながってるって感じがあったんですけど、まあそういうので苦しんでる若い人たちも何か一つのね、こういうものが救いになるといいなとは思いますけどね、僕は。なんかまあ選択肢が新しくね、ちょっとこう増えたというか、もちろんバランスみたいなところはねあるとは思いますけど、なんかあのまあちょっとね、こう今日あの磯ヶ谷さんね、あの全体聞いてていただいて、何かもしこう気になったことであるとか聞く側からあったらぜひ。いや、皆さんの話聞いてなんかあのとても面白かったです。なんかその眠りっていうのと祈りっていうところっていうところがすごく近いっていうのとか、すごくあのこうああそうだなっていうようなあの気持ちになりましたし、あと稲葉先生がちょっとおっしゃっていたその自分の思考をこう向くように、あの子どもの頃のこの思考を向きながらその一番核になる部分を探っていくみたいなお話をされているのがすごく印象的でした。あのちょっと誰が著者だったか忘れちゃったんですけど、心理学の方の本を読んだ時に、なんか大人になってからいろいろ起こるあのその問題の現象みたいなやつはその子どもの頃に起こっていたとか、で一番最初の問題のその核の部分を探してそれを解決しない限りこう拡大していくみたいな、大人になってから現象がどん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 大きくなっていってしまうので、その一番中心になる部分をこうどう自分の中で探って、のすごいちっちゃかった原因を解決してあげることがその大きくなった現象を収めることなんですみたいなことをちょっと読んだことがあって、それをあの稲葉さんは自然にやられていたんだなと思って、すごくわわと思ってしまいました。そうですね、僕もなんか今日改めてお話しして、その稲葉さんがね、あのこう河合先生をすごい尊敬されてるのがすごい、あのね、分かるというか、なんかこう今回ねこの本が昔話の真相っていうところで昔話をテーマにしてたんで、あのテーマのサブタイトルもね、現実と昔話って言ったんですけど、そのまさにね、こう稲葉さんがこうめくっていくって言ったように、もしかしたらこうそれぞれのね、あの昔話っていうところを見ていくっていうところが、もしかしてこう奥をね、あの見つめていくことなのかなみたいなのを感じながらね、あのとてもこうね、初めその僕も聞いてて、あの今さんがねこう眠りの姿かっていう時は面白いなと思ってたんですけど、それがすごいつながったりで面白かったなと感じました。なんか稲葉さん、あの時間もねそろそろなんですけど、最後もしあの何か一言あればお願いしてもいいですか？うん、そうですね、あの多分昔話っていうこう前提があることによって、人って何かそれを客観的に見る何かこう距離を与えられてると思うんですけど、だからその今おっしゃったような、その今起きてる現実ですよね、今その新型コロナによって地球規模で起きてるこの現実を、あのもうリアルタイムの昔話のようにして見た時に、
まあ、どういう風景が見えるかっていうことが僕は結構大事なのかなって思っていて、そういう、まあ、そういう風にね、僕はこう今の現象をちょっと観察してほしいなっていうところがあって、まあ、河合先生が書いたユング心理学入門の中にもなんかそういう一節があってですね、ちょっと僕も書いて、前紹介したことなんですけど、これなんか宗教のことなんですけど、ちょっと読みますけど、ユングは宗教とは結局ルドルフ・オットーがヌミノースムと呼んだものを慎重かつ良心的に観察することであると述べているっていうふうに言っていて、まあ、つまりどういうことかっていうとですね、この宗教っていうのは体験しながら同時に観察するっていう態度が大事なんだっていうことを言ってるんですよね。自然科学っていうのはどっちかっていうと観察するっていう立場ですけど、それと違うのは宗教っていうのは体験しながら同時に観察する態度が大事なんだ。まあこれは多分芸術とかも同じなのかな。多分アート作品を何か蚊帳の外によって観察してても多分何も感じられる、また感じられることは違うんですけど、やっぱりそれを体験しながら観察するってことですよ。でそれは多分今の状況っていうのがまさに皆さんが体験、しながら多分それを同時に観察しないといけない時期なのかなって僕は思ってますし、まあそういう視点をですね、大切にしながら、まあこの時代のこう、なんていうか、荒波をね、皆さんとこう乗り越えていきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい。